常坊寺山は福井県堺市と吉田郡永平寺町及び勝山市にまたがる3階。3名は山中にあった総当州の寺院名と伝えられている。尾根のピークとして観学、和紙が竹がある。常坊寺山及び竹競山を含む地域は多設地である。常坊寺山の山腹は比較的急な斜面となっており、ロッククライミングの敵地である。観学を経て、 上坊寺山山頂に通じる登山道が主に利用されている。近年、山学中腹まで林道が開通し、上坊寺山青少年旅行村として整備されている。くず流川からの山姿は三角水で一見、独立峰に見える。上坊寺山の登山道一つであるが、あまり整備されておらず、登山者も少ない。太平記には一時山としての記述がある。また、 南北朝時代の新田吉貞の武将であった、畑六郎左衛門次郎が牢上した和紙が竹城市が知られている。山頂には鳥で跡を記す石碑が立っている。標高400から500メートルまでは杉の植林が進められているが、上部では小奈良、赤松、水奈良、うなばなどが見られる。うナは山頂付近に広く分布しており、 直径15から20センチメートル、高さ10メートル前後のニャクジュが成長している。オオカメの木、マンサク、エゾユズリハ、ヒメモチなど植生が豊かである。特に、上房寺山の標高850メートル付近の北斜面に直径20センチメートルの夏椿の高木群落がある。また、西原種としてマアジサイが分布しており、植物地理学的にも貴重である。 ありがとうございます。